皆さん、こんにちは。舞です。今回は、アップデート後のゼノシさんとの対戦の様子をお送りします。前回のアタッカーは、サムライとブレイカーだったので、SP が300に変更されたブレイカーをやめて、サイキックに変更されたようです。陣形も珍しいものですが、攻撃力の高いサイキックから狙っていきます。ゼノシさんは、リトルマジシャンを召喚。瞑想で次のターン、サムライの攻撃が来ます。ここで運よくインフェルノが手札にあったので、最後尾を狙います。前のターンでエナジーをチャージしてまだ余裕があるので、ナイトメアも選択。サイキックに509ダメージで撃破。ゼノシさんのエンジェルハートとファイアボールのカードを無駄にできました。SP が100溜まったのでバルキリーを召喚。毒も与えていきます。ちなみにメニュー、ヘルプ、バトル、状態異常で、毒や最新の凍結、まだ未実装の関連や沈黙の状態異常効果を確認できます。凍結は行動不能のようなイメージですが、攻撃スキルで与える最終的なダメージが減少しますと書かれています。そんな状態異常の毒も読まれて、危機でデバフ解除。このターンは HP を回復します。すべての状態異常を解除できる侍は今後も強いような気がします。そんな侍に優位クラスであるはずの忍者は、カード1枚が侍にクリティカルするだけで恩恵が感じられません。ここでゼノシさんは侍の SP を発動。侍の HP 回復と攻撃力とスピードをアップ。手札はいいですが、エナジーが4しかありません。また長期戦になりそうです。懲りずに毒を選択。ゼノシさんは新スキル、リペアを採用。リペアは、召喚ユニットの HP を50回復し、永続的に与えるダメージを 5% アップします。リペアの解説中にバルキリーと大砲が十文字で倒されました。大砲が増えて危険なので、インフェルノで焼き払います。ゼノシさんはガーディアンの SP、アイギスを発動。エナジーを貯めて、次に備えます。侍の瞑想も来たので、侍を倒したいところですが、エナジーが4しかありません。忍者の読みを発動させるので、その分のダメージを計算してカードを選択します。ガーディアンを撃破。またもや危機で毒を解除。本当にタイミングがうまいです。サドンデスモードに突入。エナジーが6に増えているので、ファイアボールとナイトメアで一気に削りに行きます。残りの HP は48になりました。前回倒されたヤイエシセンと十文字のコンボが来ます。最後の攻撃の前にスピードを確認すると、こちらが先に攻撃できるようです。ナイトメア後で攻撃力が下がっているので、念のため攻撃を分散します。今回はなんとかリベンジを果たすことができました。ですが、手札の運次第ではどうなっていたかわかりません。通算でもまだまだ私が負け越しています。ゼノシさん対戦ありがとうございました。このプロジェクトゼノの運営さんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。無課金の方でも十分に楽しめるゲームですので、まだの方は概要欄のリンクよりどうぞ。また、初心者さんの質問も受け付けていて、ギルドも設立していこうと考えていますので、概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。現在200名を突破しましたが、1000人程度を目指しています。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。